今回今お化けフェスしててそれに行きたいってクマがなって、怖がりなくせに行こうよ行こうよって言ったんだけど、なんかね入った瞬間にもうその空間になんか お化けが立ってるんですよで暗いしずっとうーみたいな音が鳴ってるから、うわうわって言いながらやってたらもうついてくんの私のとこに、怖がるからずっとあれすごいね可愛いお姉さんだったんだと思う。でおこまとかは あ、かわいいほら見てかわいいよ顔って言うんだけど、うち怖いからなんか雰囲気が怖くていいですあーみたいなやつってずっと、そうでもなんか怖がる反応がおもろいんかわからんけど、なんかすごいついてこられるからちょっとあのなんか私もいいかわいいなってちょっと思ってきて、おーと思ってたんだけど、なんかねその一人すごいあのキョンシーさんみたいなお化けさんがいて、その人がずっと指さしてあって言ってどこ指さしてんの、それがお化け屋敷だったので、入ろうよみたいな、おこまがノリノリで怖いけど大丈夫一緒にいたら怖くないよ怖いやろみたいな言ってたから、じゃあ一緒に行くかって一緒に行ってきたんですよお化け屋敷に。だからそのスタッフさんがあのちょっと一回休憩タイムというかあのキャストとかの休憩だったりとかちょっと設備の確認をしたいのであの15分ほどお待ちいただけますかみたいないうのが出てきたのね。の時にあの怖いですかって聞いたら、あすごい怖いですよって言われて、怖いの無理ですかって言って、あの無理ですって言ったら、あじゃあやめた方がいいかもしれないですねすごい怖いのでって言われて、マジかってなってて、あのだからちょっとキャストさんの休憩とか挟むのでとか言われた時に、あそのまま出しといてもらって大丈夫です、戻さなくてあの設備全部落としてもらっていいですガチトーンで言っちゃってて私あ本当にキャストさんそのまま休憩させといてもらって大丈夫なんでみたいないう話をしてたらだいぶ惹かれてたから、ちょっとあの覚悟を決めて入ろうかなと思って、本当にお化け屋敷歩く自分たちで歩く感じだったんだけど、初めてお化け屋敷で目を開けたまま歩いたね叫んだか叫んだでもおこまがあの怖いからってあのずっとあ行く行く行くって言いながら歩いてたから、なんかあんま怖くなかったうん、それでちょっとあんまりあやばいなこの女と思ってたからそう私がうわーって言ってるところでおこまはかいくキャーッみたいな感じだったの、ずっとアイドルみたいな、なんでお前そんな声が出るの怖がると思って聞いた、うん、あーみたいな怖がり方してんの本当にあんだからあーあーうんもう独特な怖がり方だなと思って、おこまが怖いやつ、いやそうスタッフさんあのいたから、なんかどういう感情気持ちでうちらのこと驚かしてるんやろうなと思ってはいた、私は色気がある怖がり方してた、うん、いやでもね楽しかった本当に、お化け怖かったけど、そう